うまい。うまい。梅干しと昆布うまいな。ギフトでいただいた梅干しとね、昆布の佃煮、梅昆布のコンビネーションになんかすごくなんか、梅昆布っていいね。すごく、なんかちょっと今日すごい調子悪かったんだけど、いつも調子悪いんだけど、なんかすごい、なんか調子悪くて、ね、食ってすげえなんかこう、浄化されるような感じがして、すごく、まあ、ギフトの感謝の気持ちだと思うんだけど、うわぁ、みたいな感じ。なんかこう、救われたっていうか、生配信頑張ろう。